第五分団、第五分団どうだったんですか。逆外です、いやいや、去年から比べてどうでした。いや、去年から比べて、出来はもっと悪かったですね、正直。去年より悪かった。当日の結果としての出来は、去年の方がひどかったんですけど、仕上がりとしては、今年の方がダメでしたね、やっぱり。原因は何て言うんですかね、やっぱりこう消防団とかって地元とか、やっぱこう人材が増えて、あとその訓練とか、あの回数増やしてとか、そういうことも全部そういうのがあって、からって忙しいサラリーマンが、みんな勤めですよね、そうそう、サラリーマンがやってるっていう、その空いた時間をやってるっていうことで、まあ、訓練日程だいぶ増やしましたけど、メンバーが揃ってやれる日っていうのが少なかったんです。勢ぞろいしないんだ。それがやっぱ大きいですね。やっぱりチームプレーなんで。今何人いらっしゃるんですか。今全体では20人ぐらいですかね。20人ぐらい。そうすると何ですか。20人ぐらいでしたっけ。20人ぐらいでしたっけ。今五分だ。第17名。17名。一番若い人は。一番若い人31歳。31歳。一番あ、じゃあ20。あ、20。今年選手やってないですけど。ニートですけど。でも紹介のこととかいろんなことやってるんでしょ、みんな。そうですね、はい。だからこれだけじゃないんだよね。そうですね。でも去年までは青年部長やってましたから、ね。ああ、青年部長か。それで、その中で結局新しく入ってきた、あの住んできた人ってなかなか入れないんでしょ。今どうやって仕掛けようか、今すごく考えてますよ、それを。そうですか。紹介に関しては割と成功したんで。あ、うまくいったんですか。紹介に関してはだいぶ成功したんで、やっぱりいざっていう時にどれだけ動員できるかが勝負ですね。そうですね、本当にそうですね。有利の際、地元に何人いるかですよね。